りょうたくんは僕誰かに当たったと思ってますけど、狙ってたみたいな、すごいいいスルーパス来たんで、まあ落ち着いて流し込みました。特になかったんですけど、とりあえず点取ってこいっていうことだけは言われてたんで、まあ自分自身、まあ、絶対ワンチャンスは来るなと思ってたんで、そこで1点取ろうっていうふうに思ってました。守備に関しては、まあ、結構後手になるなと思ったんですけど、攻撃に関しては結構間も空いてたんで、まあ、間で受ける動きとかができれば、まあ、全然攻撃とかはこっちもできるなと思ってたんで、まあ一斉君とか俺とかは相手で受ける得意なんで、その分いい感じコーヒー絡めていったかなというふうに思ってます。アウェーで勝ち点1を持って帰れたので、ホームでは絶対に勝ち点3を取れるように選手みんなで頑張るんで、サポーターの皆さん、まだ始まったばっかりなんですけど、これから応援よろしくお願いします。